県内で昨日新たに7人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。このうち郡山市であった合唱練習の参加者は5人で、すでに判明している2人と合わせて県内5例目の集団感染クラスターとなりました。昨日感染が確認された郡山市の10代の女性2人と20代の男性、須賀川市の30代の男性、相馬市の20代の女性の5人は、今月16日に郡山市で合唱サークルの練習に参加していました。練習には45人が参加し、参加者同士が距離を取り、フェイスシールドなどをつけていたということですが、感染者は合わせて7人となり、県内5例目のクラスターとなりました。他の38人は、昨日のうちに陰性が確認されたということです。また、感染者のうち相馬市の20代女性は中村第二中学校の教員で、18日に吹奏楽部の指導をしたといい、保健所はその場にいた生徒21人とこの日出勤していた教員20人に PCR 検査を行い、今日結果が分かるということです。また昨日会津若松市では、おととい感染が分かった10代男性の友人で、市内に住む20代女性の感染も確認されました。浪江町でも団体職員の40代男性の感染が確認されました。2人とも海外や県外には行っていないということで、保健所が行動歴などを調べています。県産品の消費を促すため、プレミアム付きの商品券の販売が始まりました。福島県産品応援商品券は、新型コロナの感染拡大で落ち込んだ県産品の売り上げを回復させようと県が発行したものです。価格は1セット5000円で、7000円分の買い物ができます。たくさん得したから、じゃあ他のものも今度ゆっくり買おうかなって、そういう気持ち。福島市の県観光物産館などで販売していて、利用期間は来年1月31日まで。県内7カ所の土産販売店のほか、県外のアンテナショップなどでも利用できます。